はい。こんにちは。文具王です。今日紹介するのはこちら。はい。えーテックという会社の、えー、マルチツールペンですね。えー、4種類あるんですけども、今日は一遍に紹介したいなというふうに思います。えー、実はこの4点ですけれども、幕開けというクラウドファンディングで今、えー、応援購入募集中ということで、えー、これサンプルをご提供いただきました。ありがとうございます。ということで、まレ、あ、ビューしてほしいということでサンプルをご提供いただいたんですけれども、 うん、今回ちょっと先に言っときます、えー。今回の評価なんですけれども、えー、手放しで、えー、褒められるかっていうとですね、ちょっと注意が必要かなというふうに思いますので、えー、本当に買いたいというふうに思っている方はですね、最後まで見ていただいた方がいいかなというふうに思いますということで、えー、まあね。 あのサンプルご提供いただいてるんですけれどもちょっとシビアな話もしていきたいなというふうに思っていますということで、えー、今回この4つなんですけれども、まあ、そもそもなんで4つかっていうとですね実は今回クラウドファンディングの対象になっているのはこの上3つなんですね。 えー、まあえー、クラウドファンディングの幕開けっていうのは基本的には新商品じゃないと登録できないっていうやつなので、えー、この上の3つが、まあ、新しい商品ということで応援購入の対象になってます。ただし、えー、それぞれ、まあ、別々に応援購入することもできるんですけれども、えー、前回これね、 9-in-1 というのは以前に、えー、幕開けのプロジェクトで、えーまあ、登場してですね、すごい人気だったということでよく売れた商品ということでですね、えー、この 9-in-1 とどれっていう組み合わせが、ね、できるようになっているので、まあ、組み合わせ購入もできるようになってますよというのが今回の売り方なので都合4つ紹介されているのでそれぞれを紹介しあの、説明していきたいなというふうに思います。ということで。 え、順番に行きたいなと思うんですけれども、なんで、まあ今回新商品というとこの3つになるわけですが、え、それぞれ機能がね、多機能なんですけども違っているので、順番に行きたいなと思います。 まずはこちらからいきたいと思うんですけれども、ツールペンプラスキーチェーンということで、5 i n はマルチツールペンということなので、まあ名前の通り5つの機能がありますよというものになってます。で、まあキーチェーンが付いてるっていうのは、これリングですね。まあここにリングが付いているので、まあ普段からね、えー、鍵束とかと一緒につけるとか、そういう使い方ができるようになってますという、まあコンパクトなタイプになってます。長さが9センチぐらいかな、リングも合わせても11センチぐらいなんで、まあまあ、 えー、ふ、普段ね、他のものと思っていくには、まあ、コンパクトでいいかなというふうには思います。えー、重量はそこそこあって、これで 22.89g ということなので、割とずっしりしています。中、真鍮パーツが多いので、そんな感じなのかなというふうな気がしますけれども、えー、まあ、しっかりした重さがあります。まあ、20g 強っていうと、まあ、普通にね、 あのミドルクラスのボールペンの重さなのでえまあ短いですけれども十分そんな感じのえ重さがある感じですね。でペン先に関してはこうやってひねると出てくるツイストタイプですね。まあ、これも割と普通ですけれどもえ中から出てくるのもえ0 7ミリのボールペンと油性ということなのでまあごく普通ですね。しっかり力入れてあげると濃くかけますけれども力緩めるとまあちょいこんな感じのえ筆跡になりますというところ ですねまああの特に低粘度とかっていうわけではないので、えー、普通の普通のまあ、油性ボールペンかなというふうに気がしますただまあね油性ボールペンこういうのはねあのー、持ち運びとかそういうことでまあ、常に持っておくみたいなところでいくと、まあ、他のものに比べるとインク容量に対して筆記距離が長い油性それから、えー、まあね なんかトラブルが起きにくいっていうところでもですね普通の油性ボールペンっていうのを選ぶっていうのはありだと思います。あのゲルとかだと、まあ、時間が経つと書けなくなってしまったりとかインクは漏れたりする可能性とかがあったりするしっていうのを考えるとねあのまあ彗星なんて持ってのほかですけれどもということでですね、まあ、ここは油性の普通のボールペンを使っているっていうのは、まあ、こういうタイプのね普段からの書き心地っていうよりは持ち運びをしておいていざという時に ひっくものがないって言った時にまあ助けてもらうペンとしてはまあ油性でいいのかなというふうに思います。んでまあこれはこれでいいかなと思うんですけれどもただねあのこれすごく短くしているんですけれどもまあ短いっつってもこんだけ長さありますけれども後ろ側にね別の機能がはまってるんですよ。なんで先端部分結構ちっちゃくってでこれ引っ張ると抜けるんですけれどもリフィル交換に関してはちょっとこれね えこれ、A、ATEC の方からサポートされるのかなちょっとあれですけれども、中に入ってるリフィル短いです。これね、あのー、いわゆるマルチペンによく使われる 4C タイプってありますけれども、あれよりもかなり短いので、えー、少なくとも、まあ僕の知ってる限り、これと互換してるシーンっていうのを普通に販売してるとこ見たことがないので、これは専用シーンですね。 まあなくなるまで使うのかっていうとまあエマージェンシー用って考えるとまあそんなに減るとこもなんか普段からすごい書くんだったらあれですけれども <laughs> え普段から普通に筆記具としてえっとメインの筆記具として使うことなんかを考えてしまうんだとしたらこれリフィルの入手がかなり難しいと思うのでそこは注意が必要かなというふうに思います。まあ、これね えと中はこうやってあのひねると前に出てくるタイプのえ普通のやつなんですけどでここの中にあの収まってる方法としてはもう本当にあの中にねえちょっとこう狭いところがあってえと摩擦でこうくっついてるだけなんでこうやって刺さってるえだけですねなんで引き抜くとそのまま抜けるような形になってますでまあ一応こう回すとねペン先出てくるんですけどもうんとこう ギュッて押し込んだ時の押し当ててるのがここの縁に当たって止まってるんですね。こ、こ,このだから、えっ、ー、と、首のところの、このローレットされてるところの、あの、ベースの部分がちょうどここの、えっと、本体のこの、こっち側のエッジに当たってこれで止まってるので、これ、こって回すと、ちょっとギシギシ、えっ、ー、と、引っかかる感じがします。 これ、だから、長く使ってると、こっち側の面が、ここに当たってるので、この裏側っていうのは、まあ、剥げてくるかなという感じはしますね。まあ、全体的に加工精度としてはですね、まあ、ここ、ほら、塗装が内側に出てきてたり、端面の処理とかはちょっと荒いかなという感じがします。 まあそんな感じですね。で、えっ、ー、とー、ここ1つ目の機能ですね。で、2つ目の機能がスタイラスってことなんですけども、あのー、まあスマートフォンなんかに使うスタイラスですけども、スタイラスのとしてはですね、まあここをネジを外すと中から出てきますというとこですね。まあこのままこうやって使えるわけですね。よくあるタイプなので、そんなに良くも悪くもないっていう感じですけども、ラバーのタイプになっているので、えっ、ー、とー、これでですね、えー、まあ、 絵とかを描くっていうのも、ま、できなくはないんですけれども、えっと、ま、滑り心地とかっていうのがすごくいいかっていうと、これもですね、ま、エマージェンシーというか、ちょっとなんか使いたいときに、どちらかというと、ま、このスタイラスに関して言えば、え、細かいキーボードですね。ま、こんな感じの、あの、キーボードで、こうやって打つときにですね、まあ、 打ちやすすいいいいいいいかかななととととうぐらののもだ思思ってるます、まあ、どちらかというとタップするためのスタイラスペンとしてはまあ十分かなと思うんですけれども、えー、絵を描くためのスタイラスとかってやつと今はねいろんなタイプが出てるのでまあ、それで比べるとまあそんなにいいかなというふうな気がしますまあ、これもね、えー、ちょっと細かい、あのー よくあるんですけれども、あの、スマホ、スマホっていうか iPhone のちっちゃい画面の中にですね、英語キーボードが出てきて、それでね、あの、パスワード打ったりとかするときには、まあちょっとしんどいかなと思うので、そういうときには、こういうね、スタイラスあると便利だなと思うこともありますね。で、まあこれなんですけども、ネジ外して完全に外しちゃうんですけれども、反対側にも一応ネジがついているので、こうやって締めると、一応こっち側につけることもできます。ただし、あの、このままでキーチェーンとかにつけて、も で例えばあのね、えー、これをなんか、あの、ベルトの腰のところとかにつけて、こうやって持つっていうのは、あんまりお勧めしません。なんでかっていうと、こっち側比較的重いんですけれども、ここネジで止めちゃうんですけれども、実は本体ここで抜けるんですよ。で、摩擦だけで止まっているので、えー、こっから先が抜けてどっか行っちゃう可能性があります。反対側だとならないんですね。反対側だと、こっち側が入ってる時は、ここ抜けない。 ところで固定するので、まあ、この状態でま閉めてある分にはまあ抜けるとしてもここからなんですけどこっから先が抜けるっていうのはあんま考えにくいかなとは思うのでこっちは大丈夫かなと思うんですけどただこれもあのネジでしまってるので勝手に緩むことがあるっていうのはちょっとね、えー、気になるところではありますがという感じですなんでまあスタイラスペンがついてますよというところですね、まあ、2つ目の機能スタイラス で、三つ目と四つ目が、まあ、ドライバーなんですけれども、どうやって使うかというと、ここですね。ここがさらにネジになっていて、これ外します。と、こんな感じになって。ね。はい。こんな感じで外すことができます。で、こっち側がドライバーなって、今マイナスのドライバーになってますけど、これを抜くと、抜くとなんですけど、はい。これもちょっとね、 えっと、一応言っておきましょう。えー、これを抜くのに、これ中にギュッて押し込んで固定してあるので、これ抜こうと思うとですね、掴むところがあんまないんですよ。なんで、これをこうちょっとずつこうグリ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 ってやってるとですね、だんだん抜けるんですけど、これ結構僕、そこそこ力ある方だとは思うんですけども、手滑りますね。で、なかなか抜けなかったりするんで、まあこれもエマージェンシー用。 まああの、必要な時にどうしても必要だったらまあそれは抜くんでしょうけどという感じですけど、まああの、使いやすい、普段から使いやすい形かっていうとですね、まあこれも本当に緊急用だって感じですね。で、まあプラスとマイナスのドライバーちっちゃいんですけれども、まああのメガネのネジ緩んだとかね、そういう時に使うにはまあ,まあまあこのぐらいで十分かなと思います。一応引っかかるようにはなっているので、例えばこうやってですね、今自分の 持ってるメガネただまあこれあ,のあんまり合わない時にはこれね先端がこれでもあのメガネのネジとかすごいちっちゃいやつもあるんで合わなかったら無理に回すとネジ山なめちゃうんでそこは気をつけてくださいという感じですでえっとはめ込んだ時に何で止まってるかっていうとここにまあゴムのリングがはまっていてこれでねあのスポッて抜けないようになってるみたいなんですけれども。 うーんここはですね、まあ、ちょっとですね、うんと、仕組み的にっていうところも含めてですね、ちょっと気になるのは、えー、実は、これ、あんまり、この、止まっている精度が高くないんですよね。わかりますかこんな感じに止まっちゃいます。えっと、まあ、入れるときの入れ方によっては、ある程度安定するときもあるんですけど、ほら、ちょっとセンターずれてますよね。ちょっとっていうか、結構見てわかるぐらい斜めに出てきてたりするんですけど、これ、ぎゅって、 押し込んだりするとある程度、うん、でもまあもうこんだけずれてますもんねっていうふうになってますでこれずれちゃう原因なんですけれどもこれまあ大体こういう六角形のやつでまあ、こういうソケットにはめて使う場合って中六角の穴が開いていてそこにスコンってはまって固定されるっていうのが普通多いんですけれども これも、ね、こうやって見ると中に六角形のところが空いてるように見えるんですけどそこを実はですね直径が直径っていうかその六角形が大きくてこの六角形がはまってるわけじゃないんですよこのだから軸の部分の六角形がここにしっかりはまって固定されてるわけではなくてこれそれさらに奥ですねすごくよく見ないとわかんないんですけれどもちょっとこれじゃわかんないかな、えー、実はですね奥の奥ですねに えー、プラスチックの十字が切られていてじ、あのーまあえっと、プラスネジの頭みたいに十字型にへこみがあるんですよで。そこにこの頭がはまってるっぽいんですね。あとこっち側がはまってるっぽい。だから、えっと、一番奥にある溝のところにこの先端部分がこうはまって固定されるみたいな形のようです。ということなんでちょっとね不安定です。 でどのぐらい力かけられるのかわかんないですけどもそこの部分ちょっと見るからに樹脂っぽいので、えー、そこら辺まあもともとこんなちっちゃいネジなのでトルクかけられるわけではないんですけれどもただこうやって入れた時にねやっぱ先端こんな斜めってはまっちゃうのはちょっとあんまよろしくないなという気がします。ということなんで、まあ、これもあくまでエマージェンシー用という感じですね。ネジは回せます なんですけれどもらここら辺はやっぱり、えー、ともうちょいかっちりしてほしいなという感じはしますね。うん、であとですね、えー、もう一個は、えー、1.5インチの、えー、ルーラーということなんですけど1.5インチということは、まあ、大体4センチぐらいっていうことでここにまあ,こうあるわけですけども、えーとまあ、4センチの定規、まあ、何に使うのかという感じですね。えーとでまあ、ルーラーって書いてあるので本当は。 まあ,あのね、ルーラーとメジャーっていう、よく僕も話はしてますけども、メジャーとしては、まあ4センチしか測れないので、長さ的にはですね、何の長さ測るんだっていう感じはちょっとします。まあまあ、目安にはない。まあ、割とね、1機能足すのに印刷するだけで足せるからというのはよくあるんですけれども、うん、っていう感じですね。で、インチと、一応センチも入ってますよということですね。ということで、まあ2つ。 えー、ここにメモリがついてますけれどもというとこですね。まあ、でルーラーとして使うっていうか線引いたりにはまあまあ使えないわけですよね。まあ、こっちにまあまあボールペン入ってるしねこうやって使うのかっていう問題もなくはないんですけどもなんでちょっとこれに関して言えばですね、まあ、おまけというところですね、まあ、ちょっと何かを測りたい時っていうのがどのぐらいあるかわかんないんですけども4センチぐらいだったらということだったりします。 でまあ敢えて言いますけれども一応1.5インチということにはなってるんですけどもこれ2つほら複数のんとこの尺度で作ってるわけですねこっちがメートル法でこっちがインチなんですねであの普通だったらこういうところに単位インチとか書くんですけれどもこれはちょっとですね、まあ、書いてないというところですね あのー、例えばですけどここ真面目なメーカーってどうするかっていうと例えばゼブラさんとかだとこれ角角ってあるじゃないですかこれもあ,の、まあ、ある意味、まあ、2機能ってことにはなるわけですねこれが、まあまああのー、なんですけどもこれもやっぱり 3, 3インチ分プラス9センチの、えー、メモリがついてるわけですけどこのカッコ「CM センチメートル」で「カッコインチ」って書いてありますよね。 これ単位書いてある、まあ、特に複数あったりすると、どっちがどっちって、まあもちろんミリはわかるでしょって言うかもしれないんですけれども、1インチこのぐらいだよねっていうのがわかるかもしれないですけど、やっぱりメモリを振るからにはそれは何の単位で書いてあるかっていうのは普通は書くんですけども、えー、まあ書いてないっていうところですね。あの、 日本で何も説明しないで書いてあの、まあ、メモリがついていてあの物差しですよっていうことになると、まあ、基本的にはあのメートル法で作るっていうのがルールとしてはありますから、まあ、そういう意味ではこれメートル法の普通の、えー、メモリとしてはいいんですけれども、えー、まあ複数対象する時は普通どっちがどっちって書くのかななんて思ったりはします。 えっと9 in 1の時にはですね実はここにねあの書かれてたんですねこっちはだからインチだからふ普段使ってるインチだから書いてないんでしょうけれどもこっち側はですねであのまあセンチなんですけどセンチメートルじゃなくて100分の1メートルっていう単位で書いてあってちょっと不思議なんですよね <laughs> これちょっと面白いですよねなんですが今回これも書かれていなくてえーまあ複数メモリーになってますよと。 いうなじですまあこんでんまああったらあったでえっ、ー、とーまあちょっとね何かあった時にですね、えー、使えるという機能ではあるんですけれどもまあ、ボールペンとしてはまあ油性の普通のボールペンただし、ね、リフィルが交換がちょっと難しいっていうところが注意かな。 であと、まあ、スタイラスのペンはスタイラスとして扱えるんですけれどもまあこれも本当にあの、まあ、今ね非常に性能のいいペンが増えてるんで、えー、これもやっぱりあのちょっと細かい文字打ちにくいみたいなパスワードを打つ時に指がみたいな時にはですねこれあると便利は便利かなと思うんですけれどもっていう感じですね、えー、プラスマイナスのドライバーに関してはちょいんちょっと不安かなっていう感じの、えー、まあねもうちょっとまっすぐはまって 欲しいなぁなんて思うところがありますという感じで、えー、ありましたということで、えー、まず1個目こんな感じです続いて2個目ですね2、えー、ペンシルプラスフォンスタンドという製品なんですけれども 4-in-1 マルチペツールペンシルということで、えー、まあえてペンシルってわざわざ書き分けているんですねなんでまあ、ここはボールペンじゃなくて出てくるのがですね、えー、1個目の機能ですね これがシャープペンシルになっているよっていうのがまあ大きいところですね。えー、4-in-1 に関してはこんな感じです。えー、4つの機能。まず1つ目がペンシルね。ねシャープペンシルですね。えー、で、えー、他がですね、まあ、ルーラーですよね。まあこの,このルーラーはまあいいことしてまあ毎回勘定しているという感じですけども、あとの2つがですね、この端っこについてるやつですけども、えー、フォンスタンドとボトルオープナーというふうになってます。はい、ということで、まあ、1個ずつ行きたいなと思います。 まず、えっと、先端に入ってる部分なんですけれども、これ、シャープペンシルというか、まあ、繰り出し式ですね。今一般的なノック式ではなくて、これ、あの、こう、ひねると出てくるタイプの繰り出し式の、えまあ、シャープペンシルという感じになっています。えっと、まあ、0.9ミリっていうね、ちょっと太い。 タイプで、ええー、この繰り出しっていうとですね、まあ随分レトロな感じもしますね。えー、それこそ、あの皆さんご存知でしょうかあの早川特時の早川式みたいなやつが、まあこんな感じの作りだったわけですけれども、で、これ回したら出てくるわけですけれども、ちょいね、これもちょっとね、不安定なところがあります。まず、えっと、この、 ひねるときなんですけど、やっぱりここの部分、あの中身はこれ同じようにこうやってですね、摩擦でハマってるんですね。摩擦でハマっていて、ここの部分なんですけれども、ここの端っこの面ですね。ここの端っこの面と、えー、こっち側の内側がですね、必ず擦れるようになって、これ、だって入れたときに、この端っこでカチッと止めるようになっているので、まあ、 ここで押さえて止めているので、まあ回した時には必ずここするんですけども、まあ単面の処理がこんな感じなので、やっぱちょっとね、ザリザリ音がします。あの、金属が擦れる音なので苦手な方はいるかもしれません。で、こうやって回すと芯が出てくるんですけども、中のメカは、まあこうやって抜くとですね、まあ比較的単純な、中に螺旋があってですね、えー、まあ螺旋の中をこの、えー、このね、 えー、芯を固定してるやつがですね、まあ、前後に動くようにはなってるんですけども、そんな風になって出てくるような仕組みになってます。ね、で、えー、っと、回芯なんですけど、回芯はですね、えー、これ、あの、前から入れます。で、えー、っと、これ、後ろにはですね、一応あの消しゴムがついているのと、ね、消しゴムがはまってるだけですけども、消しゴムがあります。であと、開けるとですね、えー、っと、回芯なんですけど、この、 中に真ん中に軸があるんですけどその周囲に入ってますこんな感じで出てきますなんでここのだから中の軸を入れた余ってるスペースのところを返し入れにあんまあしてるわけですねなんでそんな感じになってますでまあこうやって芯が出るようにはなってるんですけれどもえー、っとねその中に入っていて芯を固定しているまあものがあるわけですね えー、芯を固定しているパーツが、この中の、まあ、ネジによって、まあ、こうやってひねると前に出たり、後ろに下がったりするわけですけれども、こいつに多少の遊びがあります。なので、こうやって触るとわかるんですけど、これ、ほら、ね、こんだけ動くのわかりますかこれちょっと動いてるのわかるこんな感じですね。こんだけ遊びがあります。なので、えー、っと、まあ、 最適な長さに出してこうやって書くんですけど紙にペン先がついたまんまでこうやって滑ってる時は全然問題ないかなとは思いますけれども、えー、上げたり下ろしたりしてこう書いてる時には、えー、ちょっとですねなので、まあ、書いてる時に、えー、ちょっとねえー、っとまあ紙の面に当たったり外れたりする時にちょっとカクカク動いたりする、えー、時があります。 なんでなななんんかちょっとすすごく不安定な感じがします、うん、なんで <laughs> じゃ書き心地どうって言われるとあんま良くないかなという気がしますねで0 9ミ、mm、リの芯なのでまああのこれも鉛筆みたいな感じですねあの、えー、0.5mm のシャープみたいには書けないのでこれはまあ本当にあの何て言うかなまあメも書くには折れにくくていいのかもしれませんけれどもそんな感じだったりしますでペンのあの 新先の交換ですけれども、これも一番前まで出した状態で、前まで出すとこのね、クラクラになるんですけども、ここの状態で、こう、まあちょっと内側に入れてあげて、こうやって入れるとですね、なんとなく止まるところがあるんですよ。で、っていうところなんだけど、これもね、なんかね、すごいカチッと止まる感じがほとんどないんですね。なんで、ちょいグラグラしてるのが気になります。だから場合によったら、こう、ストンって抜けちゃったりとかするっていうですね。 ここもどうやって固定されてんのかあんまりちょっとよくわかんないんですけれども、え、ちょっと緩いです。っていう感じです。全体的に緩いです。で、あと回すときはガジガジいます。ということで、ちょっとここもね、えー、まあ、何ですかね、他のものの完成度に合わせて見ていると、ちょっと、うん、不安があるなという感じがします。で、反対側ですけども、反対側ですね。これがまあ、あ、あとね、まう、あ、ここのルーラーが、まあね、 前のよりは長いのでこっちは1.5インチとかしかないんですけれども、えー、今回は3インチありますということでまあ3インチあればそこそこ測れるというば測れるかもしれませんという感じです、まあ、ここはね、えー、そんな感じですで端っこにですね、まあ、こんなものがついてるんですけどこれがまあ,あの今回特徴でフォンスタンドというふうになってますフォンスタンドはどういうことかというと、まあ、こういうのをね、えー、見たいぞという時にまあこうちょっとね えっとスマホとかをですね、あの机の上とかでこうちょうどいい角度で立てたいみたいな時に、こうねパタンってなっちゃうので、じゃどうするかっていうとこの端っこのところにこうやってはめてあげればこうやって止まるんですね。わかりますかね？えー、こんな風にしてはめます。こうやってこうやってはめますで。はめてこうやって置くとですね、えー、これだけでまちゃんとこう保持できるということで、これ簡単でいいですね。こんな感じです。 なんで、えっと、まあ、画面をしばらく見ていたいっていう時にはですね、まあ、横でもいけるんで、まあ、あの、これこ、こっち、が下したか。はい。まあ、こうやってあげるとですね、まあ、こんな風にして、え、立てることもできますよと、ということなんで、まあ、この止める位置によって角度も変えられるんで、まあ、なんとなく自分の見やすい角度で止めてくださいという。 感じですねこうやってあげるとちょっと角度緩めになるし、えー、こうやってあげると角度きつめになりますよという感じですね、まあ、これも止まっててくれるので,、はい、でということなんで、まあ、スマホスタンドとしてはそういう使い方ができますと、まあ、こういう使い方こっちもできるけどこっちだとまああの画面に負担がかかるので、まあ、こっちがこっちが正解だなという感じはしますね、はいまあ、こんな風にして一応ね、えー、簡易的に立てることができますよという仕様になってますでこれフォンスタンド っていうことです、ね、あとは、まあ、これですね、あの、栓抜きね、になってます。ボトルオープナーということで、栓抜きなんですけど、瓶ビ,ビール飲む人ぐらいじゃない日本だと。 ま、これあの、作っているのが、デザインしているのが、ま、ここに書かれていますけれども、デザインル・イン・サンフランシスコって書いてあるんで、ま、サンフランシスコではね、いろんなドリンクあるのかもしれませんけれども、えま、僕の周囲だと、この栓抜きが必要な筆記具、最近、ま、減ってんのでね、ま、ちょっとあれかなという気がしますよね。え、瓶ビ,ビール派の人。 まあ、缶ビールだと関係ないので、瓶ビ,ビール派の人は、まあ、線抜きとして、こう、スポンって開けて使えるのかなという感じです。まあ、ここ割とまあ、そういう意味ではしっかりしてるんですけれども、というところですね。そうですね。まあ、しっかりはしてるんだけども、まあ、あとこれもね、えっ、ー、と、言い出したらキりがあれですけれども、ここの面とここの面がですね、かなりだから、線抜きとして使えるように、こう、しっかり固定はされてるんで、これネジなのかどうなのかっていうところなんです。多分、ネジで、 あの閉めてるんだと思うんですけどここの面とかが面が揃っていないっていうところがちょっと気になりますね多、うん、の質感も違うしねという感じではあるというところですねということで、えー、2つ目の、えー、ツールペンシルプラス、えー、フォームスタンド 4-in-1、えー、マルチペンツールがこんな感じですというところですでもう1個がですねこのツールペンシルプラス、えー、タッチペンというタイプですね えー、5-in-1 マルチツールペンシルということで、まあ、5機能になりました。さっきの4機能っていうのが、まあ、あの、シャーペン、それから、えー、定規。で、で、ここがですね、えー、線抜きと、えー、フォンスタンド、電話てになってたわけですけれども、今回はですね、えー、シャーペンと、えーまあ、定規と、それからこっち側ですね、えっ、ー、と、まあ、タッチペンになってて、これで1、2、3なんですけど、あと2つは開けると中に、 さっきあったのと同じタイプの、えー、ドライバーですね。プラスマイナスのドライバーが入ってます。まあ、抜くとひっくり返してこうやってはめて使えるやつですね。こんなタイプになってます。えー、基本的には作りがほぼ同じなので、えー、っと、基本的に説明は一緒ですね。えー、こっちが、えー、っと、回転繰り出しの,の、えー、シャープペンシルですね。になってます。 で、まあ、メモリは一緒ですね。で、後ろ側ですけれども、えー、このスタイラスペン。スタイラスペンは、えー、さっき紹介したのと同じような感じで、ポチポチ、まあ、あの、タップするにはちょうどいいかなと思うけど、絵を描いたりするのには、まあ、ちょっと、そんなにすごく描きやすいかっていうと、そうでもないかなという感じがします。で、ここら辺ですね。このねじ回しに関してもですね、まあ、うーん、まあ、まっすぐ、入ってるっていう感じの、えー、ものですね。 まあさっきのやつもガタつきに比べたらちょっとマシかなという気もしますけれども、でもやっぱまっすぐじゃないんだよね。ちょっと、ちょっと歪んでます。というところが気になるタイプになってますということで、えー、基本的にはその組み合わせになってます。で、あ、そう、さっき重さ言い忘れますたけど、どちらもだいたい 32.5g ぐらいです。 ということなんで、まあ、これはかなり、えっと、30g 超えなので、まあ、高級な筆記具でよくあるタイプの、えー、ま、よく言えばラグジュアリーな重さって感じではあるんですけど、結構重たいので、まあ、あのー、そこら辺がね、えー、ま、所有感っていうのはあるのかもしれませんけれども、ちょい重いです。だから普段書くので、特にこれシャーペンなので、まあ、あの、シャーペンでって考えるとちょっと重たいかなという気がしますね。 うんまあ、中に入ってるのは同じですねなんでこうやって抜くと同じようなのが出てきますまあ進行感がねこのうんまあもうちょっと芯がカチッと止まっててくれればいいんですけどちょいここのやっぱ遊びが気になりますねカクカクしちゃうのが気になってしまいますという感じです、うん、なのでシャーペンすごく好きな人とかだとやっぱちょっと違和感あるかなという気がしますっていう感じかなうんです ということで、これが、えー、今回の、えー、新商品3つになります。はい。で、あと、まあ、あのー、ついでなんで、えっと、前のやつも紹介しておきます。えっ、ー、とー、9-in-1 のマルチツールペンというやつですけども、まあ、前回も非常に人気だったということで、えっ、ー、とー、まあ、あのー、すごく評判が良かったということではあるんですけれども、まあ、ちょっとね、 えっと、僕的には、えっと、突っ込みどころが多くてですね、えー、やっぱそこは紹介しつつもですね、あのー、説明しておかないといけないかなというふうな気がします。まず、えっと、先端はこんな感じでですね、まぁ、あ、同じような、えっと、ツイストタイプなんですけれども、木って、今、切っていましたけども、この切って音がしますね。なんで、これがやっぱちょっと気になるっていうのは、やっぱりありますよね。それと、えっと、 こっちのタイプのボールペンと同じ、まあ、あの、はい、えっ、ー、と、0.7ミリのボールペンが入ってるわけですが、まあ、同じような感じですね。こうやって。まあ、いわゆる標準的な、えー、油性のボールペンではあるんですけれども、あのー、これもやっぱり、こうやって抜くとですね、中に入っているのは、よいしょ。ここですね。はい。 ここに入っているのがこのタイプなので、短いリフィルなので、これちょっと代わりをどこで探すのか問題があるかなという気がします。で、これもやっぱりこうやってギュッと押さえて入っているだけなので、ここに突き当てて止めているので、切っていい音がしちゃう。うん、ちょっと気が。で、あとですね、ここまではいいんですけど、これを元に戻そうと思って、ここに持ってくるとこっからは緩むところに行っちゃうんですね。だから、 えっとペン先を出した時はちゃんと止まるんですけど引っ込めたところでこうちゃんとここで止めてあげないとこれ以上回すとこれが緩んで抜けてしまうというまあちょっとえまあちょっと良し悪し的なところがありますでこれなんですけども今こうやって引っ張ると抜けちゃうんですけどもこうやって抜けちゃうんですけどもこれ反対側にこうやって緩めるとこれ中身が出てきます。で ま、旧機能なんですけれども、まず1個目ボールペンですよね。で、2個目ここです。ほら、スタイラスがついてます。まあまあ、さっきのと同じようなスタイラスがついてるわけですね。で、スタイラスになってます。で、まあ、こうやって使えるわけですけれども、今回の場合は、まあ、ひっくり返して止めるところとか特にないので、え短いスタイラスとして別に使います。で、こっち外しておくって感じですね。スタイラス使うときには抜きます。で、あと、ここのところをですね、さらにスタイラスを外すと、中からネジ回し出てきます。このネジ回しは同じ仕組みですね。 でも、こっちの方がしっかりしてんな。えっと、こっちは中の六角でハマってんですよ。こう、止まってます。なので、こっちの方がしっかりしてますね。9-1の方は、えっと、ぐらつきが、まあ、あれに比べると少ないっていう感じですね。固定されているのが、この、えっと、奥のところのデコボコじゃなくて、この中に入っている、これわかるかな 中に入っているこの六角で固定しているので、まあ、こっちの方がまあどちらかというと安定してますよという感じですね。まあ、ねじ回しとしてはこっちの方がしっかりしている感じがします。で、これを、このキャップをはめて、スタイラスとしても使えるし、ここに行けますよということで、1個、2個、で、3、4ですね、4機能ありました。こ戻します。はい、で、5機能目がここですね。 えまあルーラーというかメジャーというか、ついてますということですね。5機の目。で、えっと、6機の目、ここですね。ここ、線抜きです。やっぱり線抜きなんで、えね。あの、ビルとか飲みたい人は、まあ見てください。線抜きです。ボディのね、この六角のボディの真ん中、こんだけえぐるって結構勇気のいる、あれですよね。 強度的にはもうだって半分以下みたいな状況になってるので、えっと、まあ、これ自体がしっかりしてるから多分大丈夫だとは思うんですけども、ここをえぐって、この、ね、胴体のど真ん中をえぐって、まあ、あの、線抜きにするっていうのはなかなかなんですけど、この線抜きのところがこうやって凹んでるので、こうやって持った時に、えっと、こっち向きに持つと手のね、ここにはまるんですよ、尻尾って。 <laughs> なんかちょっとハマるんですよ。こうやってやるとね、痛い。なので、こっち向きに持ちましょうって感じですね。えー、こうやって持ってる分にはいいんですけど、こっち向きにすると、こがね、これちょうどね、この水かきのところに引っかかるんですよね。なんか気になる。<laughs> っていう感じです。<laughs> もうちょっと不思議な設計ですね。はい。で、前から順番に行くと、ああ、あとね、こっち分かりやすいのから行こうか。こっち側ですね。これカートンオープナーですね。段ボール開ける用のカッターってことなんですけど、まあ、ここはね、 あの、まあ、他のでもありますけれども、これあの、段ボールのオープナーなんですけども、カッターではなくてテープスプリッターってやつね。あの、まあ、ガムテープとかの切れにくいところにはめて切るっていうタイプなので、まあ、このぐらいで十分かなというところではあるんですけども、例えば、まあ、こんな感じですね。こういうのが。 ありますよねで。こういう段ボールのこういうところとかにこうやって引っ掛けてですね。ガッ、ガッ、ガッっていううな感じなんですけど、ちょっとね、厚みがあるのとこの尖ってるのが内側なので、まあどこで引っ掛けるかですよね。こうやって引っ掛ければこうやって切れるかなという感じです。まあ、ただちょっと厚みがありますね。なので、まあ安全性はいいのかもしれないけど、ちょっと引っ掛かるな。という感じです。まあこんな感じです。ちょいちょい引っ掛かる。 ではこういうところにちょっとくっついちゃったりとかしますねはいあと後で綺麗にしておきますけどもこんな感じですなんで切れ味はまあまあそこそこって感じですねついこの,あのボールペンのペン先の方でガーッてやりそうになりますけどねはね、い、という感じですなんでまあこれはあのこういう、えーね、カートンオープナーみたいなやつになってますえっ、ー、とお礼だと何ボックスカッターって書かれてますねけれどもそんな感じになってます、はい であと、分かりやすいの、ここにもう一個ついてます。これ、あの、ヤスリですね。えー、ここでは何て書いてるえっ、ー、と、ファイルツールって書いてあります。あの、ファイルってね、あのー、よくあの、ね、えっ、ー、と、書類を止めるファイルもファイルなんですけれども、実はファイルで、まあ、辞書引くと、えー、ファイルっていうのがヤスリっていう意味があるんですよ。ファイルツールっていうのは、まあ、これはあのヤスリですよってことなんですけども、 何使うのかなってことなんですけど多分ね爪ヤスリなんだよねこれこうやってちょ僕もちょっと今爪伸びてますけども爪ヤスリとしてまあ爪を整えるのにはちょうどいいかなぐらいのヤスリですねえヤスリのまあ 割となんかあのー、フラットなのでまあ普通に持っていてなんかいろんなものにガチャガチャ傷がつくほどではないんですけれどもこのねあのすごい小さな凸が並んでいるタイプの、えー、こういうですね凹凸のあるタイプのやつであのいわゆる、あのー、洗濯板みたいな並々がついてるわけではないのでそんなに引っかかりはないのでまあまあ言うてこういう感じですねまあ爪整えるみたいな感じには使えるかなと思うんですけれども。 あのー、ここでまたちょっとね、あのー、突っ込みたくなってしまうのはヤスリっていうのがさ、まあ、どう使われるかあれなんですけどこれってもう本当に爪をやするぐらいしか使えないんですよなんでかっていうとこの面にこのクリップが干渉してるからなんですよえっとこうなっていてこの六角形がこうあるわけですねこうあってこうペンになってるじゃないですかでここに まあちょっと埋まってるんですよね。埋まっていて、ヤスリはこの面にギリギリ、まあ出てるか出てないかぐらいのところがまヤスリですよという感じなんですね。で、これまず、ヤスリってヤスリの面とそうでない面っていうのがあるじゃないですか。ヤスリの面の方が前に出てないと、だってヤスリの面当たらないじゃん。だってこれが、もし、まあこれね、ほぼ面が揃ってるんですけども、えー、なので、 これで何かをやすろうと思って、この擦った時に必ず周りの縁の方が先に当たってしまったりとかするんで、ここも傷だらけになっちゃうんですよね。なんで、ヤスリで本当にやるんだったらヤスリの面をこう、前に出しとかないといけないんですけども、これは、あの、こ、この中に埋まっている。つまり、この面の内側だけにこうやって当てることのできる小さなものはやすれるんだけど、そうじゃないものはやすれないというふうになってます。あと、もっと恐ろしいのは、 でこのクリップがここ正面から見るとクリップの方が前に出てるんですよだからここに、えー、とこの面に、えー、とクリップがここついてるんですね前から見るとこんな感じなんですけれども、えー、クリップがこうやってついてるんですけどこのクリップの方が前に出てるんですね この面よりも、クリップの方がこっちに出てるわけですよ。なんで、えっと、ま、ヤスリをかけるって言ったときに、何か、ここにあるものに対して当てようと思ったら、ヤスリの面が当たるよりも前に、まあ、なんでもいいんですけど、えっと、まあまあ、こういうものをね、ヤスるって言っても、ヤスリの面よりも前に、このクリップの方が当たってるので、ヤスリの面当たらないんですよね、こっち。 ということで、ヤスリの面が当たらないですこれがあるのででと、うん、ということでこのヤスリは、まあ、この内側に当たるもの、爪とかだじゃないと効かないというふうになってます。で、全く同じ理由がこっち側にもあるんですけども、えっと、これ、もう一個最後の機能ですね、ここの爪の機能として、水準器っていうのがあります。これね、あの、ここに、ほら。 空気の泡が入っていて、こうやって物の上に置いたときにこれが水平になっているかどうかがわかるっていうやつですね。であります。でこれここにも書いてありますけれどもレベルって書いてあるんですけどレベルっていうのはこれはあれですね水準ってやつですね。なのでえっ、ー、と水準器 えと水平が分かるようになってますこれがまあ水平だよってで水平だとこの線と線の間に空気の玉がある時はこ,ここの面は水平だよってことなんですけどもこれが水平じゃなくて傾いてるとこ泡がどっちかに寄っちゃうんですね。なんで水平かどうかっていうのはこれで見ますよっていうものなんですけどこれねあのこれもちょっと実はすごい問題があってこれを調べる時っていうのはこのこの点が ききっちり物の上に置けなななゃゃ意味いいじゃないですか。だってこれが水平かどうかっていうのはこのペンで測るわけだからこのペンがきちんと台の上に置けなきゃいけないんですけれどもこうやって見た時にこれここにえー、とまあね水準器があるんですけどもそれの真反対のところですねこの面なんですよ。だから水準器がある真反対の面ってこうやって見るとここなんですけどもこっち側にほらクリップついてるじゃないですか。 水準器の面に対して下のこっち側にクリップがこうやってはみ出してるってことは、まあ、さっきと同じでこうなっていて水準器がここにありますこっから上から見ないといけないですって言った時にここにクリップがついてますっていう状態なのでこうやった時に机に置けないんですよ机に置こうとするとこのクリップが邪魔でまっすぐ置けないので,でしかもこのクリップはこっち側だけついてるんですよね こっち側ないじゃないですか。なのでこうやって置いた時に若干分かりますこうやって置いた時に、えー、こっちが引っかかってるのでこうやって置いたら若干こっちが高いんですよ。水平に置けてないんですよ。ねこんな水準器あるかいって話ですよね。えー、っと まあ、ヤスリに関しては爪みたいに内側にはまるものだったらこうやってなく、まあ、これが干渉しててもいいかなって思うんですけど、これ水準器を置いた時に水準器が水平に置けない平らな面に水平に置けないっていう時点で、これ水準器としては役割を果たせないんですね。これは良くないです。正直これは水準器としては失格です。はい。あと特にこっち側ですね。こっち側の丸いところなんですけれども、 えっと、ここもなんですけれども小さな設計なんですけれども、えっと、ここの付け根の部分が丸くなってますよね別に丸であることは全然構わないんですけれども六角に丸がくっついてますで、えっと、六角の軸があるのに対して、えっと、丸が内側なら問題ないんですけれども実はこの丸六角にギリギリはまってるんですよギリギリ。 な感じのサイズになってます。だからところどころのこの六角の面より前に出てるんですよ。こうやって見るとわかるんですが、えっ、ー、と、ほんのちょっとだけ六角よりも前に出てたりするんですね。こっちから見たときに、こうやって見たときに、向こう側の丸の頂点が見えちゃうんですよ。こうやって見たときに。向こにね。ってことはちょっと出てるんですよ、ここが。 これもやっぱり良くなくて、なんで良くないかっていうと、えっと、それこそこの、まあ、あの、定規であれ、えっと、この水準器であれ置いた時に、テーブルの上に置いた時に、こっち側はこの丸が地面に当たってるってことなんですね。そうすると、まあ、こうやって置いた時に、まあ、仮にこのクリップがなかったとしても、こうやって置いた時にですね、えー、この丸のほの、ほの先端がちょっと出てる分だけ、こっちがちょっと浮くんですよ。 これもよくないですよね。だから、この水準器とか、えっと、ね、この定規とか、そういうものを考えないんだったら、まあ、あれなんですけど、少なくともこういう道具を使うっていうことで考えたら、ここの丸は、あと、ほんのわずか、小さくしておくべきだったかなっていうふうに思います。ということで。 まあうーん、そういうことで道具としたらどうなのって考えると、まあ、どれもちょっと、えっ、ー、と、突っ込みどころがちょこ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 ある感じではあります。というとこですね。あの、まあ、サンプルご提供いただいていてですね、本来ならば応援するべきっていうところはわかっているんですけれども、えっ、ー、と、なんでしょうね。あの、まあ、 普段使うのにそんなに気にしないよっていうことだったら全然いいと思います。あと見た目的にはまあまあ、あの、こういうね、えー、雰囲気的にはかっこいいっていうのが全然あったりすると思うんですよ。なんで、えっと、そこはそれでいいかなという気はしますけれども、ただ実際に使おうって思った時には、うーん、まあやっぱりそのペンのガタつきとか音がき、 キーキーいうところもそうなんですけどそれ以外にもいろいろつけてある機能を一個一個にですね、まあ、ちょっと気になるところが多すぎたかなという気はしますねうん特にこの水準器みたいなものって別に気にしない人だったらもう鼻からこの水準器なくていいんですけど水準器に頼るような人が使うんだったらやっぱりこのクリップはななんかここにつけちゃいけないなって思うんですよねだってってますぐ置けない水準器とかね。 これは雰囲気ツールであってツールじゃないよっていう風に割り切って使っていただければいいかなとは思うんですがまあやっぱり文豪としては道具を道具として分かっていて作ってほしいっていう風に思ってしまうのでそこはちょっと手放しを褒められないなっていう風な気がします。書き心地もやっぱそんなによくない特にこれとかもねあのやっぱこっちにいろんなものつけてるんでかなりリアヘビーなんですね。 なんですごくバランスもちょっとあんまり良くないしというところでもともと書き心地メインのものではないよというかもしれないですけどやっぱペン先ねあのシャーペンタイプはペン先はちょっとガタガタするしっていうのとやっぱちょっとねだったらツールはちゃんと使ってほしいというところなんですけどツールの部分もですね一応機能としてついてはいるんですけれども実際に使ってみると使い心地がそんなに良くないなというふうに 思うしまあそもそも使えない設計になってるっていうのはちょっと僕としては何ともって感じですね。なんでまあ強いて言うならこれかな。あのまあキーチェーンとしてまあ持ち運んでまあちょっとえま何かある時にエマージェンシーで使えますよというところではあったりするかな。あとはまあ,あのえタッチペンとしても使えるんでまあ最近だとね あのー、コロナであんまりねあの画面とかにも触りたくないみたいな人とかもいるじゃないですかまあそういう人はまあこういうので触ってもいいかなと思うしまあ何か書いてくださいって言われた時にペン借りるのも嫌だっていう人は自分のペンを常に持っておくっていうところはできるかなと思います、まあ、正直こんな短い定規はあってもなくても一緒かなと思うんですけどもあとはまあ本当にあのちょっとねメガネ緩んだっていう時ぐらいに えー、ジ、ね、回しが使えるのはいいかなというふうな気がしますということなんで、まあ、まあ、かなと思うけど、それでもやっぱりちょっと価格とかが結構高いので、そこから考えるとですね、んまあちょっとなっていう、もうちょっとしっかりしてほしかったなっていうのが、えー、正直なところですということで、ちょっと、えー、そこら辺は、えー、まあ、何とも言えないというね、レビューしてくださいって言ってサンプルをいただいたので、あまああれですけども、普段だったらちょっと紹介しない タイプかなというふうに正直思っておりますということでえ今回歯切れ悪いですけれどもそんな感じの商品紹介でしたということでえっとまあエーテックの方申し訳ありませんということなんですけれどもえ正直な感想としてはそんな感じです以上です 皆様、本日もご視聴ありがとうございました文具王の YouTube チャンネルでは文房具についての新製品から骨董品までさまざまな切り口で文房具の情報を発信しております。よろしければチャンネル登録・評価をお願いいたします。なお、チャンネルメンバーシップでは発表前のリアルな開封や仕事中のライブ配信資料データベースの公開なども行っておりますのでぜひぜひご参加ください。以上です。